てよ。どのモードで遊ぶんだ。好きなモードを選んでね。部活モード。部活モードエクストラ、了解だ。今日の部活は麻雀大会と行くよ。ケイちゃん、もちろんルールは知ってるよね。おう、親父が麻雀好きでな、メンツが足りない時はよく付き合わされたもんだぜ。それより他の連中は大丈夫なのか。心配ご無用。ここ雛見沢は豪雪地帯、冬の娯楽といったら麻雀一色になるんだから。この村で麻雀を知らない人間は皆無と断言できるね。ひぇ、マジかよ。もし俺の一家が麻雀を知らなかったら、この冬は越せなかったかもしれないな。命拾いしたね。でもそれならどうして今まで部活の種目に出てこなかったんだ。いや、それがさ、ロッカーに入れてある我が部の麻雀セットはなぜか牌が3枚ほど足りなくってね。牌が足りない？おいおい、麻雀牌なんて普通なくすようなものじゃないだろ。そこはほら、いろいろとさ。さてはイカサマかよ。でね、昨日たまたま押し入れを整理してたら、なんと麻雀セットを見つけちゃってさ、封がしてあったところを見ると、これがまっさらの新品みたいなんだよね。ほう、ならイカサマの心配はなしってわけだな。甘い、大甘だよ。別にハイに再興しなくたってイカサマしようと思えばいくらでも手はあるんだからさ。なるほど、イカサマもルールのうちってか。望むところだぜ。そうそう、ケイちゃんも分かってきたね。さて、あとはメンツが揃うのを待つだけだな。その必要はないよ。ここは一つおじさんとサシで勝負しようじゃないか。サシってまさか二人打ちかよ。ここは乾燥だし、常にメンツが4人揃うとは限らないからね。雛見沢流の麻雀はサシにサンマも当たり前だよ。まるでゲーセンの怪しい麻雀ゲームのノリだな。もちろん負けたらスペシャルな罰ゲームということで、とびっきりの衣装も用意してあるよ。ほう、そいつは楽しみだ。ご褒美のデカさに比例してパワーアップするケイチ様のジャン力を思い知るがいい。よし、それじゃ勝負開始。行くぜ。その程度のイカサマは想定の範囲だね。よし、サクサク行くぜ。えい、ほら、えい、行くぜ、リーチ。やだね、素人はすぐリーチしたがるんだから。ほら、覚悟しな。必殺サトシバット、くらえ、ピーチコーラー。ちょ、それシャレにならないんだけど。悪いな、一発だぜ。やるね。ちょっと甘く見てたかな。リーチ一発、スモ、ヤオ、ドラ、マンガン、楽勝だぜ。次は本気で行くよ。本気で。
いいの入ってるよ。よっ、それよっ、それほら、えい、よっ、いくぜリーチ。手は読めてるからね、私からの論は期待しない方がいいよ。えい、えい、それリーチ、この勝負はもらったよ。来やがったな。それよっ、それえい、よっ、きたローン。ちょっと待った、今のなし。リーチ、タンヤオ、この調子でガンガン行くぜ。まだ勝負に負けたわけじゃないからね。あっちゃー、こりゃちょっと幸先が良くないね。えい、それえい、よっ、それほら、行くぜリーチ。やだね、素人はすぐリーチしたがるんだから。えい、さーて覚悟してもらうかね。リーチ、来やがったな。よし、つぼ。やるね、ちょっと甘く見てたかな。リーチ、ツモ、ドラ、ハネマン、見たか、ケイチ様の大勝利だぜ。おじさんが麻雀で負けるとはね、正直ショックだよ。まさかおじさんが こんな格好するなんて夢にも思わなかったから。やったな。あ、いや、なんていうか、その二人っきりでの罰ゲームはいろいろとまずい気がするな。そうだね、私も見られたのがケイちゃんだけでよかったよ。結婚おめでとう、ケイチくん、ミオンちゃん。おかげでいい写真が撮れたよ。げ、なになに。野鳥の撮影をしてたら、たまたまこの教室で美しい白鳥の姿を見かけてね。いや、それちょっとキザすぎない？ジローさんには似合わないわ。 あれ、いい例えだと思ったんだけどな。結婚って誰がですか？あなたたち二人だけで秘密の結婚式を挙げていたんじゃないの？違います、ただの罰ゲームです。罰ゲーム。そうですよ。高野さん、ちょっとからかいすぎだよ。実は僕たちここで入江所長と落ち合う約束になっていてね、この教室にはたまたま通りがかっただけさ。相変わらず人が悪いな。あら、あなたたち教室で麻雀なんてしていたの？ってことは部活の種目はこれだったわけだね。ちょっと待って、この麻雀牌、ひょっとしてミオンちゃんが持ってきたの？え、そうですけど。自分のお家から？ええ。これひょっとして封印とかされてなかった？されてましたけど。あなたたち、とんでもないことをしてくれたわね。どういうことですか？これ、多分お社の統廃という禁断の麻雀牌よ。確か、今からおよそ100年前、明治の初めに古出家によって封印されて、それ以来、園崎家がどこかに隠したと伝えられている秘宝中の秘宝よ。ミオンちゃん、それどこで発見したの？あの、う
ちの押し入れでほこりかぶってたんですけど。それは大胆というかなんというか。ミオンの家らしいな。お待たせ。おレナ。あ、今日の部活って麻雀なんだ。あれ、どうしたの？みんな深刻そうな顔して。レナちゃん、ケイチ君と麻雀で対戦して。はぁ？理由は後で説明するから。いいですけど、部活モードのレナは本気で戦っちゃうよ。俺だってやるからには本気でいくぜ。よし、じゃあ始めよっか。こういう時はだな。任せとけ。それ。えい。はい。はい。それ。それ。よっ。行くぜ、リーチ。やっぱりね。もう来ると思ったよ。えい。行くぜ。必殺！サトシバット！くらえ！ケイチコブラ！それずるいよ！きたく！一発！え、本当に？リーチ、一発、ツモ、ピンフ、タンヤオ、三色同順、ドラ、バイマン。見たか、ケイチ様の大勝利だぜ。はう、今度また絶対再戦しようね。せっかくのキャンディーなのに舐めにくいよ。でも恥ずかしいけど、なんか楽しいかな。はうはうはう。やったな。惜しかった。ありがとう、おかげでまたいい写真が撮れたよ。この変態的な世界は何なの。高野さん、今そこを突っ込んでる時じゃない。なぜ急に俺とレナを対局させたのかを説明してください。いいわよ。このお社の統廃はね、この村のお社様伝説に関係した秘宝なの。そもそも麻雀っていうのは、お相撲なんかと同じく魂を鎮めるための呪術的な儀式なの。っていうか、お相撲って呪術的な儀式なんですか。そんなことも知らないの。土俵は魔法陣、塩を振るのは清めの儀式、四股を踏むのは鬼を封じる儀式。あと細かいことは私のスクラップ帳を読んでちょうだい。ほう、そう言われると麻雀も秘密の儀式っぽい感じがするね。東西南北に分かれてサイコロを振ったり、展望は駅舎さんが使うお札に似てるし、牌に書いてあるマークもなんか意味深だし。そもそも麻雀の牌って何でできているか知ってる？ズバリ骨よ。骨？今は象牙やプラスチックを使っているみたいだけど、もともとは骨。まさかこの麻雀牌って骨じゃないですよね。さあどうかしら。実は一つ面白い説があるの。はいっていう字は書ける？片方の肩という字と癒やしいという字を組み合わせてできているでしょう。これはね、片方の角が折れた鬼のことを意味しているの。高野、くだらないおしゃべりはもう結構なのです。
リカちゃん、今の高野さんの話って。ケイチ、時間がないのです。話は後で。まずは僕と麻雀勝負なのです。ふふ、また真相はお預けかよ。勝つために手段は選ばないぜ。カミオン、恐れぬ行為なのです。任せとけ。リーチ。あんまりいじめないでほしいのです。はいでしょ。勝つために手段は選ばないぜ。ヒクサーツサトシバッタークレイリーチコブラー。麻雀とはかくも恐ろしいゲームなのです。キタック一発。僕にも積もらせて欲しかったのです。リーチ一発積もタンヤオー楽勝だぜ。勝ったら兜の尾を締めないとダメなのですよ。それでは行きますですよ。やられた。ツモ三アンコ。次は勝つぜ。やりましたです。ニパーン。それでは行きますですよ。どうやら上がってしまったのです。やられた。ビーチズモ。まだまだ。麻雀の恐ろしさを思い知りましたですか。それでは行きますですよ。泣いても無駄なのですよ。というわけで僕はリーチなのです。ニパーン。来やがったな。ニパーン。積もりましたですよ。やられた。数アンコ百万。またやり直しかよ。がっかりしなくても、負けは最初から決まっていたことなのです。くそ、まだ負けたわけじゃねえぜ。覚悟しな。イカサマはいけないのですよ。任せとけ。行くぜ、リーチ。あんまりいじめないでほしいのです。勝つために手段は選ばないぜ。ヒクサーツサトシバッタークレイリーチ
コブラン。やりすぎると後が怖いのですよ。悪いな、一発だぜ。僕にも積もらせて欲しかったのです。リーチ、一発、積も、ドラ。楽勝だぜ。次はそううまくはいかないのです。それでは行きますですよ。この調子でガンガン行くぜ。勝ったら兜の尾を締めないとダメなのですよ。手配がかわいそうかわいそうなのです。Yeah.
流局、天杯、脳天。何をやってもうまくいかない時はありますですよ。これは何をやっても無駄そうなのです。
麻雀の恐ろしさを思い知りましたですか？これは何をやっても無駄そうなのです。何？本だ。ねえ、泣いても無駄なのですよ。ニパー、積もりましたですよ。マジかよ。本一、薬杯、南岸。次は勝つぜ。やりましたです、ニパーン。これは何をやっても無駄そうなのです。みみ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 。本だ。無駄なのですよ。みみみ。はいでしょ、はいでしょ、はいでしょ。みみ。はいでしょ。みみ。よみみ。僕のハイで上がるなんてずるいのですよ。タイヤを。この調子でガンガン行くぜ。次はそううまくはいかないのです。これは何をやっても無駄そうなのです。はいでしょ。みみみ。はいでしょ。みみみ。思わず引いてしまいました。マジかよ。リーチ、ツモ、ドラ。麻雀の恐ろしさを思い知りましたですか？これは何をやっても無駄そうなのです。みみみみみ。はいでしょ。みはいでしょ。リーチ。僕相手にリーチとはいい度胸なのです。みみ。よし、積も。先に積もられては仕方ないのです。リーチ、積も、薬杯、ドラ、マンガン。またやり直しかよ。僕の勝ちなのですよ、ニパーン。くそ、まだ負けたわけじゃねえぜ。ファイト、王なのです。任せとけ。
流局天杯天杯。途中でやり直すのは慣れっこなのですよ。ピンポーン。覚悟しな。イカサマはいけないのですよ。リーチ。みー、あんまりいじめないでほしいのです。み、勝つために手段は選ばないぜ。必殺サトシバーッタグレイリーチコブラそれはイカサマというよりインチキなのです。キタック一発。勝手に上がるなんてずるいのです。リーチ一発スモドララクショだぜ。勝ったら兜の尾を締めないとダメなのですよ。それでは行きますですよ。よかったな。はいです。はいです。うん。はいです。うん。うん。それ、僕の当たり牌なのです。行くぜ。やりすぎると、後が怖いのですよ。うん。バッキュー。大当たりなのです。うげえ。リーチドラ次は勝つぜ。僕に勝てないようではとんだ三品なのです。手配がかわいそかわいそなのです。気になってはいけないのです。はいです。悪いな、一発だぜ。偉いのです。よく見逃しませんでした。リーチ一発厄配ドラハネマン。この調子でガンガン行くぜ。次はそううまくはいかないのです。
同順よし勝った。どうせ僕はあんなことやこんなことをされてしまう運命なのですよ。まだお着替え中なのです。罰ゲームのお着替え中に覗くのは通報なのです。みーやったな。なんだか緊急事態っぽいのに罰ゲームだけはしっかり堪能しちまう俺って一体僕なんか思わずフィルムを全部使い切っちゃったよ。男はみんな変態さんなのです。それはそうと、リカちゃん、この灰がお社のなんとかって秘宝なのは間違いないのか。なのです。あのさ、やっぱ封印を解いちゃったのってまずかったかな。かなりまずいのです。かなりってどのくらいまずいんだ。このままでは村は全滅なのです。それって単なる言い伝えだよな。いえ、実際に起きてしまうことです。日暮れまでに再びこの灰を封印できなければこの村は終わりなのです。じゃあ早く封印してくれよ。落ち着きなさい、圭一君。確か封印には儀式が必要なのよね。まず8回対局して灰を清める必要があるはずよ。8回？今までで何回だ。まだ3回だよ。ふわー、日暮れまでにあと5回対局かよ。しかも対戦相手は清らかな乙女に限るのです。清らかな乙女ってどういう意味だろう。やばい、レナの妄想スイッチが入っちまった。とりあえず今はほっとくしかないね。皆様、お待たせいたしましたわ。はい、この入り江、本日はサトコチュアンをエスコートして参りました。サトコ、よく来た。お前が清らかかどうかは疑問だが、この際俺と麻雀で勝負だ。はぁ、なんですって。覚悟しな。うわ、トラップは最後の最後に発動させるのが醍醐味なんですよ。よし、あとは俺に任せな。はい、えい、えい、えい。ビーチ、もう諦めて観念なさいませ。来やがったな。行くぜ、リーチ。何を企んでも無駄でございますわ。それこういう時はだな。必殺サトシバット、くらえ、リーチコブラ。この私にイカサマを仕掛けるなんて100万年早いでございましたよ。一発！無駄！なんですのそれ！リーチ、一発、スモ、ピンフ、イーペーコー、ドラ、ハネマン。楽勝だぜ！あまりいい気にならないでくださいまし。やられた。
その程度の腕で私に勝負を挑むなんて無謀もいいところでしたよ。さーて、どう料理して差し上げましょうか。やっぱサトコは普段とのギャップが燃えるぜ。ああ、僕もドアップで撮りまくっちゃったよ。あれ、さっきフィルム切れたって言ってませんでした？もちろん補充したさ。富武さん、入江診療所の長として命じます。そのフィルムは没収です。監督、ちなみに没収した後はどうするのかな、かな。はい、最重要資料として保管、閲覧、そしてじっくり研究します。はぁ、出たね、新作のレナパン。ここはどこですか？私の身に一体何が。所長、他の人に聞かれないように注意して答えてください。もし今この村に初代女王感染者の遺骨がひょっこり出てきてしまったらどうなると思いますか？はあ、おそらくかなりの確率で集団発症が起きるでしょうね。村中が大パニックになるでしょう。確か記録に残っている唯一の集団発症の事例が、明治時代に貧しい帰郷者たちが金目当てに古出家の墓を荒らしたという事件だったはずです。じゃあ緊急マニュアルを発動する間もなく村が壊滅、まずいわ。しかし遺骨は回収されてどこかに厳重に保管されたはず。ん？回収？富武さん、先ほどのフィルムはこの入江が回収します。そして直ちに現像、引き伸ばし、大量生産。あらら、シオン、いいタイミングできた。さあ俺と麻雀で勝負だ。はあ、それ何かの冗談ですか？冗談じゃない、冗談ならもっとマシなことを言う。いいから勝負開始だ。
くために手段は選ばないぜ。いきなりやってくれますね。任せとけ。それ。行くぜ、リーチ。うわぁ、これは絶体絶命のピンチです。えい、行くぜ。必殺サトシバット、くらえ、リーチコブラ。この局面でそう来るとは。やりますね。来たっ、一発。こっちはいいって入ってたんですよ。少しは空気読んでください。リーチ、一発、ツボ、ドラ。この調子でガンガン行くぜ。こりゃ油断してるとこのまま負けちゃいそうですね。お、これはなかなかいいんじゃないですか。ここはリーチです。あれこれ考えるのもたるいだけですし。来やがったな。トーン、えい、はい、やりました、ツモです。マジかよ。リーチ、ツモ、ピンフ、ドラ。まだまだ。ちょっと、本気で打ってます？あっちゃー、これは苦戦の予感がします。トーン、えい、それ、トーン、はい、はい、えい、それ、トーン、本だ。なるほど、何考えてるのか読めてきましたよ。えい、ほ、なるほど、何考えてるのか読めてきましたよ。はい、はい、それ、えい、えい、あ、すいません、それポンってことで。噛んだ。それ。流局、天敗。脳天。ちょびっと手を抜きすぎましたね。お、これはなかなかいいんじゃないですか。ダマテンとか性に合いませんので、ここはバーンとリーチです。まずいな。えい、はい、ズモ、流れに乗れば楽勝です。マジかよ。リーチ、ズモ、タンヤオ、イーペーコー。次は勝つぜ。ちょっと、本気で打ってます？あっちゃー、これは苦戦の予感がします。トーン、それ、それ、はい、えい、流局、天敗、脳天。
ビッと手を抜きすぎましたね。まあ正直良くも悪くもないハイパイですね。それドン、はいはい、ドン、それそれ、えいえい、それえい、ドンドンドン、それドン、ロン。あてゃー、ずいぶん渋いとこで待ちますね。本一薬杯マンガン。見たか、ケイチ様の大勝利だぜ。この私を任すなんて大したもんです。まったくよくやりますよね。セーラー服にブルマって確かこの格好前にお姉もしてましたよね。一体誰の趣味ですかこれ。やったな。気の強い女の子が恥ずかしがってる姿ってのはいつ見てもいいね。そう、萌えってのは女の子側の見てほしいと恥ずかしいのバランスが重要なんだぜ。わかるよケイチくん。それにいつにも増して口数が多くなってるシオンちゃんってのがまた萌えだ。うわ、黙りやがれってんです。シオン、ケイちゃんも一本言っときますか。いえ、いいです。どうしたんですかこれ、一体何の騒ぎですか。ケイチくん、もうあまり時間がないわよ。チエ先生、お願いがあります。どうしたの前原くん。俺を麻雀でしごいてください。しごく、教師としてなぜかそそられる言葉です。いいでしょう前原くん、先生君のこといっぱいいっぱいしごいてあげます。先生、行くぜ。もうイカサマは許しませんよ。よし、あとは俺に任せな。それはっはっ、それはっ、それリーチ。まあいつの間に。勝つために手段は選ばないぜ。必殺サトシバット、くらえ、ピーチコーラー。そんなの教科書にありません。悪いな、一発だぜ。まだ授業は終わってませんよ。リーチ、一発、スモ、ドラ、マンガン。この調子でガンガン行くぜ。教師として恥ずかしいです。月が落ちていると感じたら早々に降りるのも手ですよ。振り込まないようにね。まずいな。はっ、はい、はい、スモ。やっぱり自分で引いちゃうのが楽ですね。やられた。リーチ、スモ。まだまだ、まだまだお勉強が足りませんね。
ついてると感じたらガンガンいって流れに乗りましょう。はい、えっ、リーチ、焦って振り込まないようにね。来やがったな。えっ、ツモ、やっぱり自分で引いちゃうのが楽ですね。やられた。リーチ、ツモ、三暗光、薬杯、マンガン。まだまだ。はい、上がれるまで何度でもやり直しですよ。捨て牌の見極めは慎重に。第一だから役作りは始まってますよ。えっ、それ。えっ、はい、はい、は、それ、それ、は、それ、は、はい、はい、えっ、はい。流れを変えたいときはポンしてみましょう。というわけでポン。なに、はい、つまりました。マジかよ。本一、小三元、本道刀、トイトイ、三暗光、薬杯、三倍マン。負けちまった。それではこの続きは宿題にします。しっかりお勉強するんですよ。くそ、まだ負けたわけじゃねえぜ。覚悟しな。もうイカサマは許しませんよ。よし、サクサク行くぜ。えっ、それ、えっ、それ、それ、は、リーチ、焦って振り込まないようにね。まずいな。行くぜ、リーチ。はい、リーチした後は当たり牌を見逃さないようにね。勝つために手段は選ばないぜ。必殺サトシバッタくらえ、リーチコブラ。先生、そんなこと教えてませんよ。来た、一発。そんなリーチ、一発、ツモ、タンヤオ、ドラ、マンガン。楽勝だぜ。なんだかんだ言っても結局麻雀って上がってなんぼなんですよね。手が悪くても諦めちゃダメです。諦めちゃ、いい抵抗、マンガン。よし、勝った。負けてしまうなんて教師失格です。先生にこんな格好させて一体何を考えてるのですか。
胸だって足だってこんなに見えてるし、これじゃ恥ずかしくて授業なんてできません。やったな。いい、これはいい。もし俺が総理大臣になったら、全ての先生にエンジェルモードの制服を義務付けるぜ。ナイスだ。僕の一票は君のものだよ、ケイチ君。おお、トミー復活したか。ああ、こう見えても鍛えてるからね。いやー、ここで麻雀してると聞きましてね、いても立ってもいられずに来ちゃいましたよ。あら、大石のおじさま、残念ですけどおじさまの出番はなさそうです。この麻雀、ケイちゃん VS 村の乙女たちという勝負みたいですから。ありゃま、なんともそりゃ羨ましい話ですな。あと2人か。くそ、なんで8人なんだ。6人じゃダメなのかよ。ダメなのです。フルデケには第一子が8代続けて女の子なら、その子はお社様の生まれ変わりだという言い伝えがありますです。お社様の社は8代と書くのです。お社様にとって8回続くということには特別な意味があるのです。なるほどね、8代続くからお社様か。そりゃつまりパーリンちゃんってやつですな。麻雀ではどんな小さい手でも8回連続で上がれば100万級のパワーを持ちますからね。み、実は麻雀のルールにはお社様の秘密がいろいろと隠されているのですよ。なるほど、南沢で麻雀が盛んな理由はその辺にもありそうね。メモしておかなきゃ。リカちゃん、この中にリカちゃんはいるかい。赤坂、ひょっとして赤坂なの。いや、リカちゃん、赤坂、本当に赤坂なのね。久しぶりに休暇が取れたね。君に会いに来たよ。ありがとう赤坂、後でゆっくりお話ししましょうなのです。でも今はケイチ、時間がないわ。早く次の相手を。次の相手って、ひょっとして私。お願いします、高野さん。私、負けてあげられないかもしれないわよ。大丈夫です、俺絶対勝ちます。行くぜ。いやだ、そんなにお姉さんに勝ちたいの。よし、あとは俺に任せな。はい、えい、それ、はい、はい、はい、リーチ。調子良さそうね。さあ、運試しよ、リーチ。まずいな、こういう時はだな。必殺サトシバット、グレイリーチコブラ。あら、やってくれるわね。悪いな、一発だぜ。おう、容赦なしね。リーチ、一発、ツモ、タンヤオ、ドラ、ハネマン。この調子でガンガン行くぜ。勝負はこれからよ。私、麻雀って弱いのよね。それ、えい、えい、はい、はい、ツモよ、悪いわね。やられた。ツモ、役牌。
弱いのね。ひどい灰だこと。だからこそ抗いたくなるわね。はい、それしないで。ひどい灰だこと。だからこそ抗いたくなるわね。はい、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 リーチ、どう？もう降参？来やがったな。ごめんなさい、私積もっちゃったわ。やられた。リーチ、ツモ、薬杯、ドラ、バイマン。次は勝つぜ。どうする？もう諦める？平等じゃないのよ。はい、はい、リーチ、どう？もう降参？来やがったな。それロンよ、ご苦労様。こういう時はだな。あら、やってくれるわね。それそれ、えいえい、それそれ、えいそれそれそれ、はい、えい。流局天敗。天敗。命拾いしたわね。張り切っちゃって可愛いわね。えい、それそれ、行くぜリーチ。調子良さそうね。はい、えい、えい、えい、それそれ、はい、それそれそれ、流局天敗。命拾いしたわね。張り切っちゃって可愛いわね。それそれそれ、えいえいえい、リーチよ。絶対絶命。来やがったな。それはい、えい、飛んだ。それ意味あるの？
悪いわね。マジかよ。リーチ、ツモ、ドラ。ウォーク、負けちまった。ごめんね、負けてあげられなくて。くそ、まだ負けたわけじゃねえぜ。こういう時はだな。たかが麻雀なのに必死。よし、サクサク行くぜ。それ。はい。えい。はい。それ。えい。えい。それ。それ。はい、リーチ。どう？もう降参？まずいな。ごめんなさい、私積もっちゃったわ。マジかよ。リーチ、ツモ、チャンタ、ヤクハイ、ドラ、バイマン。まだまだ。案外弱いのね。張り切っちゃって可愛いわね。それ。はい。それ。それ。リーチよ。絶対絶命ね。来やがったな。はい。それ。えい。悪いわね。マジかよ。リーチ、ツモ、ピンク、三色同時ドラ、ハネマン。うおお、またやり直しかよ。おかしい。そっちから勝負を挑んでおいて勝手に負けるなんて。くそ、まだ負けたわけじゃねえぜ。勝つために手段は選ばないぜ。いやだ、そんなにお姉さんに勝ちたいの？任せとけ。調子良さそうね。はい。覚悟しな。必殺サトシバッタグレイピーチコブラ。カッコつけてもただのイカサマじゃないの。もうキタック一発。はあ、容赦なしね。リーチ、一発、ツモ、ピンフ。この調子でガンガン行くぜ。私に勝ったのがそんなに嬉しいかしら。ひどい敗だこと。だからこそ抗いたくなるわね。えい。
ダメ。私負けそうじゃない？ダメ。よし、つま。おお、容赦なしね。リーチ、つも、ドラ、マンガン。よし。確率通りに打っていっても負けるんだもの。麻雀ってタチが悪いわ。懐かしいわ。私ったらセーラー服もまだまだいけそうじゃない？タイは曲がってないかしら？ねえ。やったな。高野さん、どうしたんだ、トミー。わかります。私にはわかりますよ。人間っていうのはね、本当に感動しているときは言葉なんて出ないもんなんです。ケイちゃん、やばい。もう日が暮れるよ。さあ、あと一人はどうするの？もう女の子は誰も見当たらないわよ。くそ、確かにもう時間がねえ。ここでゲームオーバーかよ。あら、諦めるの？ここまで来て。待てよ、そうだ、羽生は、羽生はどこに行った？羽生、俺と麻雀してくれ。羽生、羽生、羽生ちゃん、羽生、羽生さん、どこですの？僕なのですか？ダメなのです、ダメなのです。僕は汚れているのです。汚れているから対局をする資格がないのです。おーく、黙れ。お前が汚れている、汚れているだと？誰がそんなことを言った？誰がそんなことを決めた？資格がない？ふざけんな。お前には資格がある。いや、義務がある。部活メンバーとして俺たちの輪に加わる義務がある。でなきゃお前はなんで俺たちの学校に転校してきたんだ？なんで部活メンバーに立候補したんだよ。俺たちにはお前が必要だ。必要なんだ。来い、羽生。圭一。羽生、あなたが決意を持ってこの世界に現れた時からきっと千年にわたるみそぎは終わったんだと信じている。だから安心して入りなさい。私たちの輪の中へ。わかりました。フルで羽生行きますです。よし、来い。行くぜ。わわわわわわわ。よし、あとは俺に任せな。僕ばっかりハイパイが悪い気がするのです。
何？リーチ！記録なのです。多分ズモなのです。マジかよ。三夜を次は勝つぜ。あわう、頑張って次も上がるのです。あわう、僕ばっかりハイパイが悪い気がするのです。リーチ！大ピンチなのです。ハウハウ、ハウ、行くぜ。必殺サトシバッタグレイリーチコブラ。一発だぜ。リーチ、一発、ツモ。楽勝だぜ。あおあおあお、次は負けないように頑張るのです。行くぜ、リーチ！
キドキなのです。えい、こういう時はだな、必殺サトシバッタクレイピーチコブラ。悪いな、一発だぜ。リーチ、一発、ツモ、ドラ、ハネマン。この調子でガンガン行くぜ。あおあおあお、次は負けないように頑張るのです。
と、まだ負けたわけじゃねえぜ。よし、あとは俺に任せな。行くぜ、リーチ。ドキドキなのです。こういう時はだな、必殺サトシバッタグレイリーチコブラ。一発！はリーチ、一発、ツモ、ピンフ。楽勝だぜ！あおあおあお、次は負けないように頑張るのです。覚悟しな。調子でガンガン行くぜ。あおあおあお、次は負けないように頑張るのです。みんなと麻雀するのは楽しいのです。あおあおあお、あお、ばっかりハイパイが悪い気がするのです。
か企んでいるのですよ。あわわう、四つ揃ったのです。あわわう。はう。はう。はう。えい。憧れのリーチなのです。あわわう。まずいな。勝つために手段は選ばないぜ。邪悪な気に満ち満ちているのです。えい、あお、あお、はお、あお、えい、あお、あお。流局天敗。調子でガンガン行くぜ。あわお、部活初心者の僕に容赦なさすぎなのです。あわお、でもハイパイでついているとあとは不安なのです。憧れのリーチなのです。来やがったな。自分で暴れたのです。すごいのです。やられた。ダブリーツモタンヤオ。まだ負けると決まったわけではないのです。
嫉妬。それは困るのです。リーチ、スモ、ドラ、ハネマン、よし、勝った。あわわ、残念なのです。悔しいのです。僕に修理なんて無理なのです。もうこんなにびちょびちょで溢れてきて止めてなのです。やったな。なんか僕また汚れてしまった気がしますです。当然だ。生きることは汚れることだ。羽生、お前は今確かに生きた、輝いた。胸を張れ。男ってのはね、真っ白なものほど汚れさせたくなるんだよ。お前ら最低。どうも、お好み造園ですね。水道の修理に来ました。遅いわよ、もう全部終わったわ。そりゃすいませんね、仕事が立て込んどりまして。いいか、もう日暮れが近いのです。早く封印してしまわないと。そうね、ミオ、そろそろお開きよ。灰を片付けてちょうだい。あ、うん。じゃあみんなで、ああ楽しかったって言うのよ。ちゃんと気持ちを込めて。行きますですよ。せーの、あー楽しかった。はい、これでおしまい。おしまい？これで？そうよ、何を期待してたの？確かにちょっと拍子抜けだな。そんなことないよ、レナはなんだかこれですっきりしたな。うん、僕もさ。そう、よかったわね、次郎さん。ちなみにフィルムは私が預かるわよ。え？さて、赤坂さん、私たちもバチッと家に繰り出しますか。すいません、今日は遠慮しておきます。この後宿を探さなくてはなりませんし。いや、しかしこの村には民宿なんてありませんよ。そうですか、では町まで行って温泉宿でも探します。あ、温泉。リカ、赤坂。ん？あの、今日は僕たちのお家に泊まるといいのです。さとこ、いいですか？まったくリカったら。別にいいですわよ。ありがとう、さとこ。いやー、参ったな、この展開は。所長、いつまで寝てますの？うん、高野さん、それにお好みさん、もうすべて終わりましたわ。はあ、何が起きたのかわからないうちに終わってしまいましたか。仕方ありません、診療所に戻りましょう。いや、私らちょっと打ち合わせすることがありますね。そうね、所長は先に戻ってください。そうですか。はいはい、皆さん、それでは暗くならないうちにお家に帰りなさいね。はい、これで確かにお社の統廃は受け取りました。ミオ、頼むから今度はもっとマシなところにしまっておけよな。そうするよ。なあ、笑ってちっと反省せ。おりょう、心配しなくても大丈夫なのです。圭一がみそぎの儀式を済ませてくれましたので、すぐに封印できましたのですよ。うん、圭一っつんは前ばらん坊主のことかい？そう、坊主のことなのです。ほら、圭一。あ、どうも、前ばら圭一です。ああ、おまんこっつな、ミオンから聞いちょんねん。あんじゃお難儀かけたったらな。すまないミオン、
ちょっと通訳してくれるか。ね、ケイちゃんのことは私から聞いて知っています。今回は大変迷惑をかけましたね。そうか別に大したことねえよ。むしろ楽しかったですすったらご機嫌ね。じゃあミヨンなこつも安定したったな。えもう何言ってんだよばっちゃん。え、なんだ、何言ったんだ、なんだよ。いや、これはちょっとお姉には訳せないでしょう。はぁ、みーちゃん教えて。おばあちゃん、なんて言ったの。私も知りたいですわ。なんとか無事に日暮れを迎えられたわね。はぁ、日暮らしの声が心地よいのです。ねえ、羽生。今回も、5年目のたたりは起きるのかしら。お社様である僕の前で、変な質問なのです。そうよね。じゃあ言い方を変えるわ。今回は、どんな結末なのかしら。そうですね。きっと、結末なんてありませんのです。答えになっていませんか？いいえ、なっているわ。十分にね。Thank you.
しい。